いつも日本化成の YouTube チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。当社日本化成では製品問い合わせダイヤルを設置し、製品に関するご質問に日々お答えしております。これらの製品群は特にお問い合わせが多い製品です。今回注目したのはこちらの NS ベジセメントです。ベジセメントは色の変化についてよく問い合わせをいただきます。目地の施工はこのような流れで進みます。ここで工程順に色が変化する要因をご紹介します。目地の施工から養生にかけて起きやすい乾燥遅延による発火や色ぼけについては皆様よくご承知かと思いますので割愛しますが、これからの梅雨の季節では湿気や雨がかりで特に起きやすくなるため注意が必要です。次に酸洗い工程ですが、酸により焼き付けが起こることがあります。使用する酸が濃すぎたり、酸洗いの後に行う水洗いの不足で酸が残ったりすることで起こります。最後に目の錯覚です。これは実際に色が違っているわけではないですが、タイルの色との差により薄く見えたり濃く見えたりする現象です。まずは酸洗いによる影響について検証していきます。コンクリート板にポルタル張りをしたタイルに目地セメントを詰めます。色の変化が分かりやすい濃い色の目地セメント M4 を使います。目地詰めをした試験体を2分割し、標準的な酸洗いを実施します。ここで片方は標準工程の水洗いを行い、もう一方は酸洗い後に水で洗わず酸が残った状態で放置します。酸洗い処理3日後の状況を見てみましょう。右半分が十分な水洗いをした側、左半分が水で洗わなかった側です。ご覧のように水で洗っていない側は部分的に酸で焼き付いて白くなっています。このように酸洗い後の水洗いが非常に重要であることがわかります。ご覧いただいたように酸洗い一つとっても手順の違いで色の違いが生じることがあります。次に目の錯覚についても見てみます。目地セメントを異なる色のタイルに塗り込みます。目地硬化後の試験体を見てみましょう。見え方に個人差はありますが、黒いタイルと比べて白いタイルの方が間の目地の色が濃く見えます。このようなタイルの色のほか、日当たりの違いでも同様の差を感じることがあります。目地の色に異常を感じた場合は様々な要因が考えられます。施工や養生、酸洗い方法や色の組み合わせなどを確認し、対策・対処を立てることをお勧めします。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。